ワクチンっていうのは予防に関するものですよね。どういう過程で最後販売までいくのかっていう。白坂慎太郎です。今回はですね、塩野義製薬新型コロナのワクチンを提供へというテーマでやっていきたいと思います。でまず新型コロナウイルス対策ということで、3段階あるというのを、確認していきたいと思います。はい、3段階っていうのは何かっていうと、まずはそもそもかからないように、感染しないようにっていう予防という段階がありますと。そして2段階目は感染してしまっているのかしてないのかっていうのを確かめる検査という段階があるということですね。で最後はもうかかってしまっているということが分かっていれば、その感染に対して治すという治療という段階があるということですよね。なので予防、検査、治療という、その3段階がありますということです。で今回はワクチンですね。ワクチンというのは予防に関するものですよね。そもそも新型コロナに感染しないために、薬ですよね、ワクチンというのを、開発するというニュースになっています。あとは、塩野義製薬に関しては実際はワクチンだけではなくて検査キット、それから治療薬というのも、今、作る、している、そして提供する準備をやっているということです。で一番早いのがこの検査キットなんですね。でこの検査キットに関してはもう遅くても、6月上旬ですね、っていうふうに言っています。塩野義製薬がこの検査キットですね、要するにその方の体の中に新型コロナに対する抵抗するための、抗体があるのかどうかっていうのを検査するための、キットですねに関しては6月上旬に販売予定ということで、これが一番早く出せるということなんですね。でそもそもかからないという予防のためのワクチンと、実際かかってしまった後に、治すための治療薬っていうのが、この2つはかなり時間がかかるということで、ワクチンと治療薬に関してはまず2020年度内、つまり12月末日までに開発する目標を持ってますということですね。そしてもし開発できたならば、それを生産するということになると、1000万人分の生産っていうのを目指すというふうに発表されているということですね。で今開発って言葉が出たんですけれども、ちょっとこう薬ですね、実際どういう過程で最後販売までいくのかっていう、そのちょっと過程っていうのも今回は確認したいと思います。薬っていうのは大きく4段階の過程というのがありますということですね。1番目は研究です。そもそもどうやってやるのかという研究という段階があって、じゃあ実際に作りましょうという開発という段階があって、で実際にですね、例えば患者さんに対して使っていただけるように生産して、そして販売するということですよね。この4つの過程というのがあるということです。で真ん中のこの検査キットに関しては6月上旬に販売予定なので、検査キットに関してはもうここの段階に入っているということですよね。残りの2つ、予防のためのワクチンと治療のための治療薬に関しては、今からここをやっていくということになるわけですよね。要するにこう研究して、もう今年中に、2020年内の今年中に開発まで行きたいというふうに言っているということになります。ワクチンと治療薬に関しては、大学との研究というのが進んでいて、今年度中に開発まで行きたいというようなニュースになっているということですね。で何が言いたいかっていうと、このワクチンと治療薬に関しては、この塩野義製薬が今一生懸命やっているものっていうのは、かなりこう時間的にもう少しこう先のものであるということなんですよね。で時間が先だっていうことは、お金の面で言えばリスクがあると、つまり不確実性ですよね。でこの間に、どうなるか、結果がどうなるかっていうのが分からないという不確実性、リスクがあるんだっていうのは、まずこの時点で確認したいということです。なので一つですね、塩野義製薬に関して言うと、ワクチン提供へっていう、テーマなんですけれども、実際は、かなり、今年の2020年度内に開発まで行きたいっていうことなので、実際にその販売するまでっていうのは、かなりこう時間的な、不確実性、時間的なリスクというのがあるというのが、まずこの段階で確認しておきたいということです。でもう一つの、不確実性リスクというのは何かというと、競争環境ですね。売り手としては研究機関ですね。例えば大学ですよね。こう実際にその薬を作るための研究というのを、実際ね、学問としてノウハウとして、
提供してくれるっていう研究機関がありますと、主に大学です。そして今回は製薬会社ですよね。薬を作っている製薬会社っていう業界があって、で実際薬を開発することができて販売する相手ってどこになるかって言ったら医療機関、病院とか病院の先生に買っていただくということになるわけですよね。で医療機関を通じて患者さんに処方されるっていう流れになっています。でそうした時にこの業界っていうのはめちゃくちゃ競争が厳しいということなんですよね。今回は塩野義製薬なんですけれども、塩野義は時価総額が 1.7 兆円という企業です。でその上に上場している企業で、ざっと、上げてみるだけで、この動画を撮っている時点での時価総額ということになりますが、中外製薬が7兆円、武田が6兆円、第一三共が5兆円、アステラスが時価総額3兆円で、エーザイが2兆円という、そういうふうになっています。だからこの塩野義製薬っていうのは日本国内だけでこれぐらい激しい競争をやっていると、薬を作るということに関してやっているということです。でしかも、今回のコロナウイルスというのは日本国内で問題になっているだけではないですよね。もうまさに全世界的に問題になっているわけですから、実際は日本国内の製薬会社だけが塩野義の競争相手ではなく、海外の製薬会社ももう分かりやすい競争相手になっています。じゃあ、その薬、世界ナンバーワンの製薬会社ジョンソン&ジョンソンに関して言えば時価総額42兆円、日本のトップの中外製薬の6倍の時価総額の企業も当然ですけども、コロナに関してのワクチンとか治療薬っていうのは開発に臨んでいるわけですよね。つまり何を確認したかっていうと、塩野義製薬が新型コロナのワクチンを提供しますというテーマなんですけれども、競争環境という不確実性リスクというのがあると。実際塩野義製薬が開発して販売したとしたとしても、本当にそれを医療機関が結局買って、それが患者さんに処方されるかどうかっていうのは時間的なリスクもあれば競争環境におけるリスクもあるということですよね。これはしっかりと確認しておく必要があるということです。実際塩野義製薬に関しては2019年っていうのが売上とか利益のピークでした。2019、そこから2020は減収減益、そして今から2021というのに向かっていくわけですけれども、発表されている、その業績の見通しとしては、その2020年よりもさらに減収になるっていう、見通しを発表しています。だから19がピークで20、21ということで2年連続減収減益の予想になっているんですね。でそれはなぜかって言えばこの厳しい競争環境があるからと。なのでせっかく開発して販売したとしても、実際それが本当に多くの医療機関に受け入れられて患者さんに処方されていくかどうかっていうのはまたまた別の話であるということですよね。はい、ということで、今回のニュースでですね、私たちが学ぶことができることっていうのは、新型コロナのワクチンが提供されますというのは確かにポジティブなニュースです、ワクチンがない、ワクチンがないって言ってたのにワクチンが提供される、その見通しっていうのが立ったというのはすごくプラスのニュース、ポジティブなニュースですよね。ただ実際それで例えば塩野義製薬っていうのは、株式上場してますから、もし投資をするってなると、塩野義製薬っていうのは投資することができる投資対象の企業ではあるんですけれども、ただこのニュースが出たからといって本当にそれで投資するしないっていうのはまた別の話だということです。なぜかって言ったら、投資をするんだったらリスクというのを考えないといけないので、この今回に関して言えば2つのリスクというのがあると。1つは時間的なリスクですね。この期間でどういったことが実際途中で起きるかどうかがわからないという時間的なリスクがあるということと、もう1つは競争環境があるので、実際に塩野義製薬の開発した薬ワクチンっていうのが日本世界に広く普及するかどうかっていうのには分からないというリスクがあるということです。なので実際に私たちがこのニュースで学ぶことができることっていうのは、もし投資対象として考えるのであれば、必ずリスクを確認した上で最終的に判断することが大事だというお話です。はい、今回の動画ですね、もしあなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。